株式会社 FM ラジオ新潟は新潟県を放送対象地域として超短波放送を行っている特定地上機関放送事業者である。通称は FM 新潟、愛称は FM 新潟で一般的には公社が使用される場合が多い。コールサインは JOXFM、JFN 系列、広域放送、または 県域放送の民放ラジオ局で唯一、緊急告知 FM ラジオを採用している。企業、団体の名称、個人の肩書きは、当時のもの。出展、1992年3月31日2003年3月31日日曜、深夜を除き、5時起点で24時間終日放送25時30分28時休止、月曜のみ、4時放送開始。 二千二十一年五月時点、自社制作番組は太字。平日週末、平日夕方の生ワイド番組、サウンドスプラッシュは、本社移転前には、金曜日のゲストコーナーのみ、テレビ新潟、夕方ワイド新潟一番と、同時放送を実施していた。同時放送初期の頃は、静止画テレビ電話を使用していたが、後に、新潟一番が、金曜日のみ漫才指定ビルボードプレイスからの、 放送となったことに合わせ、FM 新潟第一スタジオにタニーのビデオカメラを入れて放送を行うようになった。また当時のスタジオは歩道に面してガラス張りで外から番組を放送する状況を見ることができたため、ゲスト出演中はスタジオの前はファンなどで賑わった。その後、新潟一番がビルボードプレイスからの放送を終了し、 タニーからの放送に戻したため、それに合わせこの同時放送も終了した。ありがとうございます。